千葉で名物のそばがきをいただいてます。こちらです。いただきます。お餅みたいなんですけど、なんかそば粉でできてるんですよね。だからすごいヘルシーで、お腹にもたまるし、健康だし、おすすめです。美味しい。こんにちは、歳三の刀監督の増山玲奈です。私が大好きな千葉の盛りそばとかき揚げをいただきます。よくほぐれていて、そして打ち立てのお蕎麦になります。うん、おいしい。ついあまりにお蕎麦がおいしくて、ついプライベートでも通わせていただいてます。